はい、お腹すいた。早速ね。ご乗車の際は今日は神奈川県、はい、川崎市に来てます。はい、今日伺うのはその名も関しては男女ともに100度を優に超えてるんですよ。水風呂はね、低めでしたよ。だよね、13度とかだけど。あ、そうですそうです。そうそう。それで滝がついてます。滝。滝がついてんだ。でしかも、なんか多分、男湯と女湯とで滝の出方が違うんだよ。女の人の方はこう包まれるような柔らかい滝の出方。うん、男の人の方はこうダイナミックにバーって出るような感じで、サウナ室の中にはビヒタが吊るされている。なおかつですよ、はい、ビヒタ用のスプレーが置いてあるんですって。でそのスプレーをビヒタにかけていいわけでしょ、シュッシュッって。そうすることによってロウリュしたかのようなその湿度が上がり、なおかつビヒタのいい香りが広がるようなんですね。あと小松湯といえばオロミルやっぱ名物だよね。名物なんだろうね。はい、じゃあそれじゃあ行ってみましょうかね。
そうです。雨雲は一旦今日から明日金曜から土曜にかけて北日本までずっと抜けていきます。その後は雨雲が入ってきそうで入ってこないんです。怖い、こぼした。この後ですね、新型コロナが入る前に、はい、その旦那さんの方からいろいろこう、こんな工夫がされてるっていうようなお話を聞いたりしたから、うん、余計になんかこう、わあ、うわあってなるし、うん、なんかやっぱお風呂に浸かってる時だからこそ見える景色ってあるじゃない。よかった、お風呂気持ちよかった。本当久々に、最近のサカツの中で久々に、うん、その内気浴、うん、しながらこう、うん、目頭じんわりした。ねえ、あと薪で沸かした湯の方がちょっとこう柔らかくなる。長く入っちゃったよね。あ、お風呂にね。そう、すごい気持ちよくて、だからまだ入ってたいけど、あ、この後のサウナで茹で上がっちゃうと思って、うん、ちょっと後ろ髪引かれながら、うん、お湯を後にするっていう感じだったんだけど、気持ちよかったサウナ室、はい、やっぱりその夜間からと、うん、あとスプレー、ビヒタスプレーもやったんだけど、うん、による湿度を すごい感じた。128度だった。3度見ぐらいしちゃったよ、温度計。120度、はぁーみたいな。タコス。え、でもナチョス頼んだよ。頼んだよ。そう。ご飯の代わりに。そう。素晴らしい。これがチーズナチョス。で、ディップしました。これをこう。あった。うわあ。うわ。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。できればチャンネル登録お願いします。はい、ではまた次回のサカツでお会いしましょう。バイバーイ。あいにくの雨ですが、まあまあ。埼玉県の飯能市にございます、はい、ノーラ名栗の方にやってきました、はい、イエーイ。見てこんな感じでキャンプ場だったりするんだけど、まあ辺り一帯は大自然なんですけどね、こういう感じで。